はい、山本一郎でございます。こんにちは。皆さんチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ということでね、今日話をしていきたいなと思ってるのは、撤退戦をね、どうやってやるのかっていう、結構このチャンネルで何度もやってる話なんですけどね、まあ、ここに来て、ついにウェブで盛り上がっていてですね、ちょっと言及したいなと思ってるんですけど、まあ、お話のね、元になってるのは、俺たちの米山隆一さんがですね、まあ、その、さらにね、これ以上、能登に対してこうね、まあ、いろいろ支援していくの難しいんじゃないのぐらいのことを、まあ、おっしゃっててですね、まあ、彼自身がね、まあ、新潟県知事時代に、まあ、いろいろな、こう、まあ、いわゆるその、僻地ですよね、の、その対応に関して、いろいろ難しい課題をですね、いろいろさばいてきた中でですね、まあ、いろいろ身に染めてることがあると思うんですよね。で、今回その、まあ、能登半島で地震が起きたのでですね、やはりその、まあ、輪島市だとか珠洲市だとか、まあ、あの辺りでこう限界のね、地域がありますねと。で、そこがそのやはりその救済も難しいで、支援物資もなかなか届けられないよってことで、皆さん結構苦労してるんですよね。で、まあ、道も寸断されてるんで、そういったところにこうね、自衛隊員がそのね、事前担いで救援物資を持ってったりとかですね、もしくはそのヘリコプターだ、ドローンだ、まあ、様々なこうやることをやると思うんですけど、そもそもね、そういったところにそのヘリコプターやドローンでその荷物運んで本当に大丈夫なのかみたいなこともあんま考えられないうちにこうね、まずやっちゃえよみたいなことをみんな言ってですね、結構乱暴だなと思ってるんですね。で、このあたりの話をですね、まあ実際やって、まあ実際その本当にね、小規模集落がそのたまたま年始でね、里帰りの皆さんとかいて家族いっぱいいたわけですよ。で、そういったところがですね、まあいわゆるその新耐震というのは84年とか81年ぐらいのその建造物でですね、みんなボシャンで潰れちゃったわけですよね。で、結構その亡くなる方も出たっていうところも踏まえて考えるとですね、これなかなかその、まあ、現状維持以上のことをですね、やるの難しいぞとなってきたときに、そういったところにね、その税金を使ってその救済するべきかみたいな議論っていうのはどうしてもありますよねってことを、まあ、米山隆一さんが言ったらですね、で、そうするとですね、田舎は見せるのかと。いう話にどうしてもなるんですよ。で、その地域のね、文化だとか、その需要だとか、そのまあ、そういったものを考えていったときにですね、もう、潰すには忍びないっていう議論になるんですよ。で、これはね、それこそ、東日本大震災の時の、まあ、その、ね、会津若松とか、只見町とか、あの辺のところ、私も行きましたしね、まあ、そのあたりのところで言うと、その、そことあるよねってあるんですよ。あと、沖縄だとかね、熊本地震だとかね、まあ、そういったところでですね、やっぱり、たびたび、起きる議論だと思うんですよ。で、これ本当にこんなとこ救済して大丈夫かみたいなことになるんですよ。で、熊本地震だとですね、まあ、予備費含めて、7700億円ぐらい予算計上したのかな。で、その後ですね、ちょっとで、ね、どのぐらい未執行があったのかちょっとよくわかんないですけども、大体半分強ぐらいしか予算使い切んなかったですよね。で、まあ、年度は超えたんで、そのみんなをね、その、ここ戻っちゃったみたいなことになるとですね、結局その、お金を使う側もですね、やっぱ体力がいるわけですよね。で、要は復興したくてもですね、じゃあその、復興するために必要なその、大工さんだとかね、もしくはその、土木作業員の方とかをですね、どこかが連れてきて、その、そういう作業しなきゃいけないになるとですね、割とそこら辺が難しいぞと、そんな、ね、民間に人は湧いて出てこないんですよ、みたいなことがあってですね、これはそれこそ民主党政権、旧民主党政権時代ですね、コンクリートから人へっていう、ね、政策目標をやってたんですよ。で、そこの時にその土木も含めてですけども、地方のね、公共事業のその裾野をかなりこう削っちゃったっていうのがあるんですよね。で、これね、旧民主党が悪いって言われやすいところなんですけど、社会実装としてですね、そもそもその地方にそういうね、土建をそのまあたくさん養って、その公共事業をやるっていうのは、そもそも持たねえだろうっていう観点からするとですね、まあそんなに悪い話じゃなかったと思うんですよね。ただそのやり方がちょっと乱暴だったので、そのあんまりそのサステナブルじゃない形でその人口減少にそう至ってしまったというところが一つ背景としてあるのかなと思うんですよ。で、このあたりはね、ちょっとまだね、議論が、どう着するか分かんない部分なので、その、必ずしも旧民主党政権の国利とか人も全部ダメだったっていうことでもないのかなっていうのは思うんですよ。この後はまだ全然こう、まあ、歴史的なね、こう、まあ、なんていうかな、その審判下ってない部分なのかなというふうには思うんですけど、まあ、いずれにしてもそういう形で地方のその公共事業をさせられる土建がですね、かなり細っちゃったんですね。で、その結果として、その、まあ、例えばその熊本地震の復旧のためにですね、7000億ダーンとお金をね、国がね、必要でしょと言って投げてもですね、受け切れないわけですよ。残念ながら。で、同じようなことは今、おそらくノットでこれから起きるだろうっていうのは分かっていて、で、さらにその、ね、熊本地震からさらに6年ぐらい経過、7年ぐらいか経過してですね、もっとその加速が進んでる地域だってことを含めて考えるとですね、これちょっとこう収拾つかないぞっていうふうになるんですよね。で、そこにこう、どうも岸田政権は大体8億ぐらいのその、まあ、復興支援のお金を使おうみたいな話になってですね、この辺り結構難しいのはですね、確かにね、こう、まあ、能登半島のぐるっと回る国道と、あと内陸が走るその幹線道路ですね。ここの復旧は僕は必要だと思うんですよ。絶対やった方がいいと思うんですね。なんですけど、その、じゃあその、各個別のね、お家とかその辺をどうやってその救うのみたいな話なんで、そこにこうね、まあ、1世帯あたり、まあ、300万円の補助金をまあ、出しますと。
で、それ以外のところはその、まあ、災害復興のため の、 その産業支援としてはその無利子の融資だっていう、まあまあ、特有ですよねを入れるって話になるとですね、これあの特有をやってもですね、例えばそのまあ5年のロールオーバーでやりましょうみたいな、5年もやってるかどうか分かんない事業なんですよ。だからここら辺がちょっとこう非常に難しいなと僕らなんかは思ってるんですよね。で、あのその辺をそのまあやって、まあ、実際熊本でもですね、その貸出しをしようと思っても借り手がいないから予算が消化できなかったっていう特有の枠がその国に帰るっていうようなことが起きちゃうとですね、これ何のためのその災害復興だったんだみたいな話になるんですよね。災害復興の予算なんだって話なんですよ。で、そこら辺のことを考えていったときに、あの結局そのサステナブルかどうか、その地域の持続可能性って本当にそのね、災害復興においてちゃんと担保できるのかみたいなことをやっぱり考えていかないとダメでしょうっていうのは、まあまあちょっと今回ね、特に言われるべきことだと僕は思ってます。で、あの、その中で言うと、その米山理事さん的な議論は、その、まあ非常にこうクリアにお話をされたんで、まるでね、こう地方を見捨てんのかみたいな議論になると思うんですけど、ただですね、例えばこう珠洲市、これのその高齢化率は 51% となったんですよ。まあ2万2000人ぐらいのうちの 51% で、まあ2040年には、人口問題研究所だとその7000人ぐらいになっちゃうだろうと、1万4000人ぐらい減っちゃうだろうみたいなこと言われてるんですよ。なんですけど、そもそもその問題というのはですね、これから高齢化率 51% とか、少なくとも25年後にはそういう人たちみんな亡くなってるわけですよね。で、そういう亡くなってる人と、あとそれを支えている労働人口っていうのはどんどん流出してしまう可能性やっぱりあるのでですね、まあ、その点で言うと、その過疎化のその時計の針がゴーッと進むことになるんですよ。で、そういったところにですね、例えばそのまあ何十億とね、お金をつけてその復興しなさいよって言ったところですね、もう老人しか住んでない家をですね、じゃあ2000万かけて建て直すんかって話ですよね。で、こういうその金の使い方で本当大丈夫かみたいなことってやはり議論されるべきだと私は思います。で、それとは別に、例えば輪島塗りとかね、地域の人たちのその支えてきた伝統文化みたいなものをどうやってこうサステナブルな形で継承していくのかって別のこう重たい議論があるんですよ。で、これっていうのがやっぱりこう、昔の田中角栄的な言い方で言うと、その例えばね、60個の映画ってそこにこう12億円のそのトンネルを通しますと。で、それはその国民においてね、その例えば現地でひっくり返った時に山を越えなきゃいけないところになると、そのみんな死んじゃうやんけと、そういう人たちのためにそのトンネルを通すのが政治の役割だみたいなことを言ってた時代が昔はあったんですよ。ただその頃の日本はまだ人口がいっぱいいてね、これからどんどん人が増えていくぞっていう時代に、高度成長を上を見てやっていくにあたって地方にお金を分配しましょうっていう仕事だったんですよ。ただ今現状になってくると、そもそもそこに人が住んでいるにあたって、そのじゃあその人たちは再生産性があるのかって話ですね。まず第一に子供を産めるのか、で第二にそういった人たちがそのきちんと文明的な生活を送ることのできる社会インフラがあるのかどうかって話なんですよ。で、これは例えばトンネルがあろうがなかろうが、バスは廃線になるわけですよ。車もガソリンが届かなくなって、給油ができなくなるわけですよ。で、そういった地域にその電気や水道を通していいのかって話になるわけですよね。で、これはその地域の撤退線というか、そのまあそういう集落に関してはもう申し訳ないんだけど、社会インフラ維持できない、採算が合わないので、例えば広域連合でね、自治体に対してお金をまいてね、どうにか暮らせるようにしていきましょうみたいなことは本当に政策的に正しいのかって議論になるんですよ。なので、こちら側ではそのね、そういう、その例えば今回の能登半島地震において復興させるべきだ、彼らにはその元の生活をね、送るだけのね、権利があるんだっていう人たちがいる一方で、その税金が高い、社会保険料をこんなに払われて、その、勤労者世帯の、その、いわゆるその、まあ、過剰所得減って大変だ、重税だって言ってる人たちがいるんですよ。で、これ、同じ人たちが言ったとすると、まあ、どっちを取るんやって話なんですよ。要は、その、ここで使われている、例えば社会保障費だとか、もしくはその税金っていうのは、その、まあ、回り回って彼らのところに行ってるわけですよね。で、そういったところを考えたときに、あなた方の負担でこちら側のその、まあ、復興ができるので、それは良しとするような人がどのぐらいいるのかって話なんですよ。で、大体そういう話をすると、なんか観光庁がね、無駄遣いしてるのが悪いとかですね、公務員減らせるかなるわけですよ。ただ、公務員これ以上減らしたら大変なことになるのみんな分かってるわけですよ。で、さらに、なんで地方ね、その、まあ、経済が衰退してしまってるのか、まあ、人口減少してしまっているのかっていうところも含めて考えていったときにですね、やっぱある程度集中していかないと、その集中をさすのかって話だわけですよ。で、やっぱね、何らかの形でその人口を寄せていかないと、その医療もインフラも、まあ、電気ガス水道とかも、インターネットもそうだと思うんですけど、これ持たないんですよね。ので、まあ、そこら辺をこううまくその、まあ、人を集めて、その採算の合う形に持っていかないとですね、昔と比べてはるかにこう、都市生活として必要なものの物資の量と質が違うのでですね、まあ、そのあたりのところを考えると、やはりこう、なかなかそのね、サステナブルな地域っていうのは生まれてこないのかなというふうに思うんですよね。で、一方で、その都市生活は、例えば、
まあ、10万人の都市生活をしている人がいたら、大体70万人ぐらいのですね、周辺人口っていうわけですよ。で、このあたりのその、まあ、地方と都市のバランスっていうものをこう考えていかなきゃいけないとなってくるとですね、まあ、なかなかその、いい形ですね、こう、適切な形で縮小していくっていうね、人口減少に合わせた形で、そのストレスのない形でうまく縮小していくために、どういうその社会制度を設計していかなきゃいけないかって、結構割と重要な議論を今回、その、まあ、能登半島地震においてはですね、直面するような形で出てくると思うんですよね。で、これはもう、もうど真ん中なんですけど、その、まあ、暮らせない人たちが出ましたって言ったときに、いや、あなた方もその地域に住んでいても、そのインフラは提供されませんよというかどうかなんですよね。で、まあ、それこそね、こう、医療だとかね、教育だとかね、下手すると、こう、まあ、まあ、一番その重要な課題で言うと、その、まあ、まあ、電気、ガス、水道、あと、もちろんインターネットっていう、その基本的なものだけじゃなくて、さらにその、教育だとかね、あとその、まあ、その地域の人における買い物とかね、そういったものも含めてその考えていただき、本当にこう民間の人たちがそこの地域で、その、例えばその、まあ、まあ、スーパーだとかそういったものをその出店してくれなかったら、その買い物にも行けないわけじゃないですか。で、それをその地元の足がね、必要だからといって車をね、やろうと思ったらガソリンが足りねえとかですね、で、さらにその水道に関してもですね、地元のところに持っていくのは大変だっていう話なんだと、まあ、そういった点で言うともう全くその生活を必要としている、まあ、まあ、なんていうか、生活の必要な物資がですね、田中角栄の時代とは全然違うわけですよね。で、このあたりのことを考えてたときに、その、まあ、憲法の認めてる、その、まあ、その最低限の文化的な生活っていうものを保障するにあたって、何をもってそれをね、可能とするのかっていう、採算の問題ってやっぱどっかで考える必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、ここら辺は、その、やはりその社会保障の問題でも、特にその社会保険料どういう形で負担するのとか、あと、再基地医療に対する、その、まあ、医療の偏在問題どうするのとか、あとさらにその、まあ、そういったものって全て税金で賄われてるわけなんで、あなた方のね、まあ、つつましやかな、そのね、支払ってる税金がそういった形で支出されていますので、対するその社会的コンセンサスとかですね、いうところをやっぱ考えていく必要がありますよねと。で、さらにこう、まあ、いろいろ出てくるのが、めんどくせえのは、その、まあ、リフレ論とか出るわけですよね。で、要はその、まあ、国債いっぱいすればですね、その、お金出てくるんでしょうみたいなことを言ってるアホもいっぱいいるわけですよ。で、そういう行かれてる人たちもやっぱいるので、まあ、財源の問題っていうのはですね、非常にこう、ピンキーだなと思うんですよね。で、要はその税金をね、まあ、こういった形でその、まあ、まあ、復興財源として何を当てるかみたいなことって、多分これからその議論になる可能性はややあるのかな。まあ、ちょっと岸田さん、その復興に関してその税金上げようっていう話には多分ならないかなと思ってるんですけど、まあ、もう万が一なるとしたらですね、そのあたりはかなり議論になるのかなというふうに思うんですよね。本当にそのね、能登地震のためにそんなね、国全体の税金を突っ込んでいいのかみたいな議論って出ると思うんですよ。で、それは能登半島に住んでる人を見捨てるか見捨てないかではなくて、その国全体のあり方として、そういったそのね、僻地に対するお金を今後、ジャブジャブ使っていいのかみたいなところってやっぱ出てくるので、じゃあそのね、他のその、まあ、震災とか、もしくはその洪水とか、もう津波とかね、そういったその、まあ、激甚災害が起きた時にですね、まあ、そのためにこう、皆さんこう救うためにこう、プロセスは組むんですけど、その人たちの生活はその災害の前と同じように元通りになるようにこう期待されてですね、まあ両手にこうね、お願いしますってこうやってねお金を求めてもですね、多分そういった形にはそのならないのかなというふうに思うので、そこら辺をその良きところでうまくそのね社会的にこう納得のいくところで収めていく必要があるのかなと、そのコンセンサスをどう作っていくのかっていうのはものすごく大事なところになってくるのかなというふうに私は思ってます。はい。まあ、難しいですけどね。まあ、見捨てんのかって言われて、いや、見捨てたいわけじゃないんだけどさ、でもないものはないじゃん、みたいな。で、あとその、まあ、例えばね、こう、85歳で、その、一人暮らしで、ね、家が潰れたって生き残りましたと、言ったその高齢者がいたとして、じゃあその人の家建て替えんのかよ、税金でって話になるじゃないですか。で、それは、その、じゃあそのね、少なくともその、数十年後にはもう、まあまあ、間違いなくその家は途絶えてるところでですね、家だけ新品になってもしょうがないでしょっていうことで、そのいい形でその行政上のね、アプローチとして、まあそういった人たちがより安心で、まあしっかりとした医療サービスのあるところにこう移ってくださいよってやるのは、むしろ人の道としていいんじゃないのっていう人思うんですよね。もちろんその、ここにどうしても住みたいんだって言われちゃうと、まあそうなんですね、じゃあ300万あげるんで、自分で何とかしてくださいって話になるんだと思うんですけど、まあなかなかその辺難しいなと思うんですけどね。まあ、正直無理だろうと思うんですけど、どうするんですかね。まあ、そのあたりのところは、その、この後の国会論戦を皆さん楽しみに待って言っていただければいいかなというふうに思いますね。はい。どうもありがとうございました。失礼します。